佐藤真一は、北海道札幌市南区出身の元プロ野球選手。宇藤右内。北海道拓殖銀行、バルセロナオリンピック野球日本代表を経て、27歳で、プロ入り。実動12年で、40歳を迎えるまで、現役選手としてプレーした。バルセロナオリンピック野球の銅メダリスト。現役引退後は東京ヤクルトスワローズ。 オリックス・バファローズでコーチを務めた。学生時代、勉学は常に学年でトップクラスの成績だった。甲子園などの大舞台への出場はならなかったが、野球部の中心選手として文武両道を地で行く活躍を見せ、東海大学附属第四高等学校時代には、正木賞を受賞している。卒業後は、東海大学へ進学。同期には、小木原光がいる。 首都大学リーグ通算28試合出場、104、打数30安打、打率、288、15打点。卒業後は、北海道拓殖銀行に入校。1989年は、都市対抗野球で大勝和製紙北海道の補強選手として、準優勝。1990年8月アトランタでの、アマチュア野球ワールドオールスターゲームで、 当軍代表として出場し、ハンク・アーロンが名誉監督の西軍代表を破り初代最優秀選手となった。1992年のバルセロナオリンピックでは、プロ入り後にもチームメイトとなる国母勇気や伊藤俊人と共に山中監督率いる日本代表に選ばれた。当時から強権で知られていたが、一時リーグ5試合目イタリア戦では、ピッチャーとしてマウンドにも上がっている。 打撃でも全日本の3番を打ち、銅メダル獲得に貢献した。その年のプロ野球ドラフト会議で、大英ホークスから4位指名を受け、27歳にしてプロ入りを決めた。即戦力として期待され、背番号は7が与えられた。契約金1億円は、開始名では、史上最高額で史上初の1位指名以外で契約金1億円を突破した。 1993年シーズンは1年目から1軍で56試合に起用されている。同年オープン間もない福岡ドームで開催されたフレッシュオールスターゲーム出場した1994年シーズンは1軍で24試合に出場し1アンダに止まった。当時の監督根本睦夫は4番を打っていた秋山浩二が負傷欠場した際、 他の選手の打順を繰り上げずに、佐藤を4番で起用したこともあった。しかしこのように期待をかけられるも、打撃で結果を出せずに徐々に出番が減っていき、控えに甘んじることも多くなる。1995年には、わずか7試合の出場に終わり、同年オフに、田畑和也と共に、柳田正と河野良との交換トレードでヤクルトスワローズへ移籍。 ヤクルトスワローズ遺跡後は、背番号00が与えられた。野村克也が、監督在任中は、守備固め中心の起用が続くことになるが、徐々に出場機会が増加していく。1997年の日本シリーズでは、8回裏、1死2塁の場面で打席が回り、ダメ押しとなる2点本塁打を放っている。1999年シーズンは、シーズン途中6月から、 シュアな打撃で3番に定着した。最終的に113試合に出場し、規定打席未到達ながら打率、341、13本塁打、10盗塁と才能を開花させている。この時の25試合連続安打は、2014年現在も、ヤクルトのチーム記録である。2000年シーズンも、中心選手として期待され、背番号も東海大野球部の偉大な先輩。 原達則の,の現役時代と同じ8が与えられた。2001年シーズンはプロ入り後初めて1軍出場なしとなった。2002年シーズンはキャンプオープン戦も2軍で過ごしたが、前年3番を務めた稲葉敦敷が安定感に乏しく5月に1軍へ昇格されると6月には一時的に3番としてスタメンに返り咲いた。際立った成績は残せなかったものの 以降もセンターが手薄だったことから、強権を期待されて、たびたび起用されている。2003年シーズンもほぼ1年間を1軍でプレーし、8月16日の対中日ドラゴンズ戦では、9回表に、抑えの大塚明則から逆転となる二塁打を放つなど、代打の切り札的存在としてパワーある打撃を見せた。驚異的な代打成功率を誇り、その勝負強さを発揮している。 2004年シーズンは体力を不安視される形で、打席数こそ減ったものの、スタメン出場も多く、一時4割を超える高打率をマークした。最終的にも、323の打率をマークしている。2005年シーズンを最後に現役を引退。プロ入りが28歳の年と、高齢入団だったこともあり、40歳まで現役を続けることが目標であったと語っており。 その目標を叶えた上での引退となった。2005年には、生え抜きの有名選手以外では珍しく、引退セレモニーも行われた。現役最終打席は、代打で出場し、横浜ベイスターズのナスの匠から、あわや本塁打というライトフェンス直撃の二塁打を放った。2005年シーズンオフに守備、総類コーチ就任。2009年シーズンからは一軍打撃コーチ。 2011年からは一軍打撃コーチ検索戦担当を務める。2013年10月23日、2014年シーズンより一軍ヘッドコーチに就任することが発表された。2014年10月8日に今季限りで対談することが発表された。10月16日に大英時代の同僚、 森脇浩二が監督を務めるオリックスバファローズの一軍打撃コーチに就任したものの開幕から低迷が続き4月3日の時点でチーム打率がリーグワーストの193まで沈むなど不振の要因となったため2015年4月19日の西部戦終了後に軍打撃コーチに降格となった同年10月15日にフロント入りすることが発表された ありがとうございます。